はい、じゃあ続きです。いやー、どこ行きゃいいかわかんないんですけど、はい、どこ行こうか。とりあえずせっかくここまで来たんで、世界中の葉を取りに行こう。はい、いつまたね死人が出るかわからないんで、これとりあえず1枚持っとけば何かしら使えると思うからね。さあ試し切りしてみようか。光の剣、まあって感じかな。 OK、 道具として使ってみると何があるんだこれ。はい、マヌーサか。オッケーオッケー、マヌーサね。まああんまり使んねえな。うん、うわーやばい、マヌーサはちょっとあんま使わん。あの魔法で使うから。うわーやべえ、くそ、逃げろ逃げろ。よし、ベホイミ、FF と違ってね、殴っても起きないからさ、ドラクエってなかなかまた難しいですよね。これは旅の扉かだよな。ちょっと待って、こっからどっか行けないかな。あれ、こっからどっか、ちょっと待って、どっか行けないかな。ここは、はい、ちょっと借りるぞい。え、わしも一度は旅の扉というものに入ってみたかったんじゃよ。そうそう、金の鍵は返しておこう。ではまたな。はあ、こっから、ああそういうことね。ここはどこだ。世界地図、あー、ここか。どうしましょうかね。確かあの船もらったとこですよね、ここ。船あの近くですよね。まあちょっとまた移動しようか。わからんな。右行ってみようか。はい、ここ着いたけど左は？あれ、ここは来たことあったな。そっか、もう大体全部飛んだのか。いやー、わからんな、こりゃ。わからん。いやー、わからんな。なんかアイテムとか落ちてないのか、これ。いやー困った。こっちは？あー、ここはあれか、あのアレフガルドかな多分。はい、そうだよね。困った。行くとこねー。困ったなぁ。どうする、どうしましょう。
ここ出るとなんだったっけ。ああ、あれか、呪いかかったとこじゃね多分。いやー、ほんと困った。世界地図、どうしましょう、どうしましょう。いやー、ほんと困ったな。攻略見るか。おっと、ひどくねこれ。ひどくないっすか。何回攻撃すんのこいつ。早速使う羽目になった。ちょっとここにも町、ここは確かあれだよな、なんだっけ、あの女子供しかいない町じゃなかった。男ではみんな寮に出てて、そういう感じの町っていうか村っていうかだと思ったけど、だよな。ああ、そうそう、ここで泣きを見たんですよね。金の鍵が手に入ったとこだけど、わからんな、どこ行っていいか全くわからん。攻略見るか、悔しいけど見るか。どうしましょうかね。山彦の笛ちょっといろいろ使ってみるか。こことかあったりすんじゃねえの意外と。ないわ、ないわ。あったまきたから、もう行く先々でさ、やまびこの笛使ってやろうかな。こことかさ、ほんともう行く先々で使って。はい、ダメ、ここにはない。もうローラー作戦で行くしかないっすよね。あのうん、町とか村とかはだいぶもう攻めたから、だからもうとりあえずいろいろ回って、もしかしたらローレシアにねあるかもしれないし、まあなかなかちょっと可能性は薄いかもしれないけど、ローレシアとかね、サマルトリアとかムーンブルクとか、もしかしたらそのロトの勇者、ロトの血筋のね子孫のお城にさあるかもしれないし、これとかどうなんだろうな。あるわけねえよな。そうそう、もっとこの山彦の笛をガンガン使っときゃよかったんだ今まで。まあ結果見つけてないけどね、見つけられないけど手がかりにはなるでしょう。そのエリアにはあるよっていうね、町とか村とかダンジョンとか祠とか。 OK、 いいですね、スケさんだいぶ攻撃力上がったから戦いやすくなった。ここを、二人回復しとくか。はい。こことか、どうなんかな。
お？帰ってきた。は？マジで？ここにあるってこと？え？ここにあるってこと？ちょっと、どういうこと？落ちてんのかな？ちょっとなんかどっかしら落ちてんの？帰ってきたよな。いやー、なんもねえなー、おい。どっかしらなんかないか？なんもないわな。くそ、この壁際とか全部調べてやる。いやー、なんもねえわ。くそ。いやー、なんもねえ。おかしい。でも、やまびこ帰ってきてましたよね。やまびこの笛。消える？ちょっと待って待って、徹底的にここちょっと調べてみよう。何かどっかに、こっちはほらさ、うん、1マス分右はさ抜けられんのよ。こうだから、この辺とか、この木とかさ、あったあったよ。おいおいおい、よかったよかったよかった。太陽、おっしゃ。あと何個あんだろう、紋章。ちょっとわかんないけど、とりあえず太陽取れた、よかった。もうガンガンやっぱ使っていかなきゃダメっすね、これ。じゃあ次どうしようか。何しようとしてたんだっけ。何しようとしたんだっけ。わあ、もう分かんなくなってきたね。そうそうそう、町とか村とか、今まで行った町村を全部もう山彦の笛吹いてやろうって言ってたんだわ、そういえば。とりあえず行く先々でちょっと吹いてみるか。まずどっから行く？やっぱ実家から行くか。実家、実家から行こうか。あー、ごめんなさい、ちょっとしゃっくりが出ちゃった。マイクで拾ったかどうかわかんないけど。よし、やっぱやまびこつかんなきゃダメか。実家から、じゃあちょっと攻めてみよう。実家ずっと北だな。まあいいか、行くか。実家帰って笛吹いて、まあそんな感じかな。それで見つかったらいいけど、ここはもう入手済み。まさか一箇所に二つあるとかはないよな。大丈夫だよな。大丈夫ですよね。ちょっと、勝負かけるわけじゃないけど。いいね、スケさん。スケさんだいぶ強いよ。これ主人公に光の剣も出せたらもっと強くなるんでしょうけどね。じゃあここは紋章を集めてから来るんじゃないかと思われる場所。ここはどの辺だ？地図。
ああ、オッケーオッケー。もうだいぶ、北の方まで来たね。この辺にもう実家あるんじゃないかな。あったあった。よし、じゃあこっから笛吹いていこう。山彦の笛。はい、ダメ。ない。ない。ローラー作戦。ほんと。これ地道にもうローラー作戦でいこう。ガンガンもう魔法使っていこうか。ベギラマとかちょっと早く覚えたいですね。覚えるかわかんないけど、でも敵使ってくるってことは、覚えるでしょ、多分。もうちょっとバギーだとそろそろきついっていうか。OK。よし。リリザ。サマルトリア行くのちょっとめんどくさいけど、まあ行くか。リリザどこだっけ、この辺だと思ったけど。いや、どうしたもんかね。サマルトリア、リリザがダメだったら次じゃあムーンブルク、ムーンペダだっけ、あの辺ちょっと行って行ってみて、笛吹いて、それでもダメだったらその次あのなんだっけ、2つの塔歩いていくか、船置いて歩いて船、うーん、でもまあ船で行った方がお金は貯まる。はい、ここで吹きます。はい、ないないっすね。じゃあちょっとサマルトリア行ってきます。サマルトリアにあったらいいな。幽霊 OBK OK、 あったらいいな。お願いします、お願いします。帰ってこい、山彦帰ってこい。はい、ダメー。くそうーん、悔しい。でもこの作戦悪くないと思うぞ。もうほんとローラー作戦だけど、うん、どうかな。これで全部のダンジョンとか塔とか祠とか洞窟とか行ってダメだったらもう攻略見るしかないよな。まあ一つはロンダルキアのなんだっけ、なんとかの洞窟あるってのはわかるんだけど、命の紋章だっけ、なんだったっけってのはわかってるんだけど、まあとりあえず今洞窟とかやっぱ見た方がいいのかな。この辺とかあったりして、うわねえわ、うわ厳しい。まあこんなとこにはないってか。ちょっと待って、かなり苦しいけどね。はい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 、どんどん行け。オッケー。よし。そういえばドラゴンの角になんちゃらかんちゃらとかなんか情報なかったでしたっけ。すげえ前のいつの動画かわかんないけど、ドラゴンの角に何だったっけ、なんたらかんたら。ドラゴンの角ってさ、あれですよね、あの風のマントで飛んでいったあの塔、あの船もらう町の手前のあの2つ並んでる塔、あれドラゴンの角じゃなかったっけ、違ったっけか。あそこでなんちゃらかんちゃらっていう情報
なんかあったようななかったようなちょっといつの動画かわかんないですけど、なんかそういう情報もらってた気がするぞ。どうだったかな。はい、よいしょ、 OK。いいですね。ここ一回調べに来たけどな。調べに来たけどさ、ないっすよね。はい、なんかこんな人いたな。どうしようか、宿屋泊まるかな、まだ大丈夫かな。あのじいさん、なんだっけ。おえ、あ、そういえばここ開けてなかったな。開けてみる。キキ、マジか。で、ベビル、マジか。ちょっと怖いけど、魔法使ってくるかな。待って、戦う魔法トーンスケさんを回復OK。 あー、スケさん、こいつから先に倒そう。ベホイミ OKOK。 あー、まあ楽勝だわ。そういうことなのか。 OK。 壊れたくぼみなんかある。おお、え、マジ。でも跳ね返ってこなかったっすよね。もう、あの、やまびこ水の紋章。オッケー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 。ちょっと思わぬところで収穫あり。大きな海のどこかに精霊の祠があるそうじゃ。5つの紋章を手に入れたものはそこでオッケー。5つあるってことね。だから要はじゃああと1つじゃね。4つ手に入って、ロンダルキアのなんだっけ、なんちゃらかんちゃら、ねえ、に1つあるって言ったらこれで全部じゃね。4つとそのロンダルキアにあるやつ。いや、なんかあっさりいけたなこれ。でもそのロンダルキアのその洞窟ってどこ、どう行けばいいのかな、ちょっとわからないっすよね。やった、思わぬところにほんとあっさりいけましたわ。あの、何度も言いますけど攻略は見てないっすよこれ。じゃあどうする次。紋章、ちょっとじゃあロンダルキアのとこ行ってみる。ちょっと待って、ドラゴンの角行ってみたい。なんたらかんたらなんだっけ、なんか情報くれてた人いませんでしたっけ。ドラゴンの角で、でも紋章もう4つ手に入っちゃってるからな、紋章関係ではないのかな、ちょっとわからないけど。でもアイテムらしきものってなかったっすよね、ドラゴンの角、あの塔2つ。それっぽいのはなかったと思ったけど。わ、みんな寝てやがる。はい、ちょっとどんな感じかわからんけども、ここは、あ、これはあれか。アレフガルドか。アレフガルド。これ西行けば確かあの、ね、船もらった町に行けたと思ったぜ。この辺じゃね？だよね。だよね。何のヒントもなかったな
ほんとこの水の紋章と、なんだっけ、太陽の紋章に関しては全然まあだから山彦の笛使えってことなんだと思うんだけどね。使って自力で探せってことだと思うんだけど、いやでも帰ってこなかったですよね、ムーンペタの町で笛吹いてもさ、ちょっとよくわからんな。特にアイテムらしきものってなかったっすよね。これ多分ドラゴンの角でしょ。ちょっと行ってみる、行ってみるけど何もないぜ。なんもないですよね。あーこっち飛ぶと、はい、こっちに来た。アイテムらしきものとか特になんもないですけど、そうですね、これドラゴンの角、双子の塔、はい、いや特になんもないですね。これ落ちたらどうなる？ああ、ダメか。まあ、ここの敵はもうだいぶ弱いでしょう。そっか、こいつ防御するんだもんな。まあ、いや、とりあえず今回の動画は、ね、なんとか前進は、できた感じ。おっとごめんなさい、ちょっと接触状況が良くないですね。いったー、会心。いやーこれなんもない。確かなんかドラゴンの角にどうたらこうたらなんか情報があったと思ったけど、なんかアイテムもらえるみたいななかったっけ、気のせいでしたかな。水門の鍵とかさ、ほんとどこで使うのかな、ちょっとわかんないですよね。あ、時間そろそろいい感じになってきたんで、またちょっとここで切りたいんだけど、じゃあ次はそのロンダルキアのあの近くのなんだっけ、あの光の剣買った町、あそこ行ってもう一回情報をちょっと仕入れてみようか。そのロンダルキアの洞窟だっけ、なんだったっけ、そこに紋章があるって話なんだけど、まあそこ行くにはどうしたらいいのかちょっとわからないんで、何かしら情報あるかもしれないし、わかんないですけどね。それでダメだったら攻略を見るか、もう少し粘るか。うん、まあとりあえず山彦の笛、山彦の笛ちょっと吹いてみますけどね。あ、でも洞窟あるってもう分かってるから、あの辺でも洞窟なんてありましたっけ、ちょっとわかんないですよね。はい、ほんと昔のねロープレならではというか、そういう感じですけど、はい、これなんか調べたらなんかアイテムあるとかではないか、なんもないね。困ったなー。オッケー、さあどんどんサクサク進んでいきたいよね。レベルとかどうなんすかね、足りてんのかな、なんか全然足りてなさそうな感じがする。 HP100 すらいってないから、まあいいや、じゃあとりあえず一旦ここでまた動画切って、
次じゃあそのロンダルキアの洞窟に行くための、ルートを確保できるように頑張ります。できるかわかんないですけどね、もう情報が少なすぎて、はい、もう今時ね、ほんと情報がもうね、情報多く抱え込んだ人が勝つ時代ですからね。情報戦、はい、情報ちょっと何かしら掴みたいと思います。はい、じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。